皆さんこんにちは、村人の霊夢です。皆さんこんにちは、村長のマリサだぜ。やっこ、村民の用務だよ。今日もこの情けは人のためならずな世界で生き残るために頑張っていこう。やあ、アウトランダー、まだ無事なようで何よりだ。確か、トレーダーのフラメンコチョコレートブラザー。フランコな、カリナのジョーちゃんの姿が見えないか。奥でお昼寝中だ。そうかい、まあ無事ならいいのさ、ジョーちゃん。兄貴のグロズダンだけじゃなく、マブダチのオリバーまでいなくなって、さすがに答えていたようだが、あんたらが来て少しは元の明るさを取り戻したようだ。グロズダン?それに、オリバーって誰よ?なんだ、聞いていないのか。グロズダンってのはカリナの兄貴さ。あんたらがここに来る少し前に、郊外にいる叔父に連絡を取りに行くとか言って、妹のカリナ嬢をこのラジオ館に置いて出て行っちまった。なんだそりゃ、それで、そいつは今生きてんのかい?さあな。グロスダンのやつ、出て行くときに俺にこう言ったのさ。2、3日で必ず戻るから、その間だけ妹のカリナの様子を見ていてほしいってな。で、そのあんちゃんが出て行ってから今日で10日目になるな。ここはそういう場所さ。天国に一番近い町なんだ。ふん、で、オリバーってのは誰なんだ。クマだよ、クマ。オリバーってのはな、グロスダンとカリナの両親が、ジョーちゃんが生まれてすぐにプレゼントした、テディベアの名前なのさ。テディベア、つまり、お人形です。ふむ。いわゆるメモリアルベアってところか。でも、そんなの私ら見てないぜ。攻撃の流れ弾がラジオ館に降ってきた時にな、瓦礫に埋まっちまったらしい。ラジオ館の中央にある穴がその時のそれさ。掘り出してやろうとはしたんだが、いかんせん場所が悪い。まあ、それもよくある話だな。もしかしたら、オリバーがカリナ嬢の身代わりになってくれたのかもしれない。なるほど、ありがとよ。すまんな、長々と引き止めちまって。いいさ、最近じゃ、あんたらが一番のお得意さんだしな。まだここにいるんで、何か交換したいものがあったら言ってくれ。そうかい。じゃあお言葉に甘えて、あと数時間そこで待機していてほしい。え、あ、いや、それはさすがに。助かります。新しくアップグレードした金物工作場、フランコ君からゲットした武器パーツや材料を使えば。はい、銃の修理はもちろんですが、ノコギリ、厄介だった鉄格子。あれをキョンパするためのアイテムもこしらえられそうでござります。うむ、どうやらこのノコギリってのも海上ツールと同じく使い捨ての道具らしいんで、切断したい鉄格子、そのポイントの分だけ用意する必要があるわけか。どうする、村長。やはりお先に壊れた拳銃の方を修理しましょうか。とりあえず用務は前回にこしらえた雨水という層、あれをもう一機増設しておいてくれ。オッケー。し、美味しいお水がたくさん取れるウォータージャグをこしらえてやるぜ。マリサ。おう、カリナ、どうしたどうした。怖い夢を見たの、ねえ。みんな、どうして、人は他人を殺すのかな。さあ、どうだろうな。きっと、面倒くさいんだろうな。面倒くさい?例えばカリナ、お前がどうしても欲しいと思えるおもちゃを持っているものが、カリナの目の前にいたとしよう。うん?そのおもちゃをカリナが手に入れる手段は、実にたくさんある。例えば、さっき私がトレーダーのフランコとしたように、交渉しつつ物々交換で持って手に入れたり、あるいは同じおもちゃが売られているショップ、その情報を教えてもらったり、またあるいは一からそのおもちゃと同じものを、自前でこしらえてもいいだろう。うん?だが、大半の人間はそんなたくさんある選択肢の中から、一番手っ取り早い手段、奪うって方法を選んじまう。念願のアイスソードを手に入れましたぞ。殺してでも奪い取るぜ。話し合いって手段を取るのは面倒くさいのさ。特に、自分を強者だと思い込んでいる愚か者にとってはな。でも、私たちは、マリサは忘れていない。そうだよね。ふっ。あ、忘れていない。忘れていないさ。わしらのモットーは博愛。私らほど平和主義なおまんじゅうは他にいないからね。なあ、もう帰っていいかい。さて、今日のスカベンジはわしの番ですかねー。ふし、私は寝てるぜ。霊夢、できれば何か美味しいものを見つけてきてちょうだいよ。ふふん、お任せくださりませ。空腹時のわしの嗅覚は時に軍用犬のそれを上回りますからな。いや、今日の探索は私が行こう。へ、用務は夜間警備を頼む。いや、私、眠い。いやな、どうやらカリナがなぜか霊夢と一緒にベッドで眠りたがっているようなんでな。は、ほんとなんです。うん、霊夢と一緒に寝たい。おふか、カリナさん。てっきりわしのことはそこまであれじゃないのかと。便所虫くらい嫌われてると思ってたのにね。いや、そこまでは思っていませんか。この子供と寝るってのは、おそらくは有効度的なあれが高いと出てくるんだろう。現状だと霊夢がなぜかカリナに一番懐かれているようだぜ。選ばれたのはこのわしでした。餌付けの効果でしょ。今のうちだけだぜ。まあ、何はともあれだ。6日目にしてようやく出てきたカリナの欲求。聞いてやるのが大人の度量。今日は私が探索に出るんで、霊夢はカリナと一緒にベッドで持って体を休めておけ。あいあい。しゃあないね。じゃあ私がいじけながら警備しておいてあげるよ。
はい。そんなこんなでやってきたのが倉庫庫薬局、すなわちドラッグストアである。しかしまあ、見るも無残な景色だぜ。奥に見えるあのダイナーってのは、いわゆる食堂みたいなもんか。文字通り砲撃の豪雨がこの辺り一帯に降り注いだんだろうが、薬局。この建物だけは、その雨をうまいこと避けられたようだ。というか、綺麗すぎるな。不自然なほどに、事前に知れる予備情報じゃ、ここはそこまで危険な場所じゃないって話だったんで、バール以外の武器は持ってこなかったんだが、麺を入れて、ナイフの一本でもポッケに入れてくるべきだったかもしれん。ふむ、早速ハーブの飲み薬か、さすがは薬局だぜ。医薬品、薬や包帯が豊富に残ってくれていそうだ。まだ終戦まで30日以上あるからな。霊夢や妖夢のような頑丈な奴らはともかく、この私やカリナのような繊細かつデリケートな人間は、ちょっとした風邪や傷でも命に関わるからよ。健康なうちから薬や包帯の備蓄はできるだけ増やしておきたいところだぜ。お、またハーブの飲み薬か。薬よりも効能は低いが、それでもないよりはよっぽどかましだ。て、おいおい、この無造作に瓦礫の山の上に置いてあるの、グロック17、すなわち自動拳銃じゃねえか。しかもどっこも壊れていないと来たかい。ふーむ。以前に私が放置された別荘で発見した復讐の拳銃、弾薬がないんで、まだ修理せずにそのままにしてあるんだが、まさか破損していない完全な状態の拳銃が、こんなにすんなり入手できるとは。これなら、メタルワークショップのアップグレード。そこまで急ぐこともなかったか。ん？なんだ、このマーク、一般的な探索ポイントはパー。開かれた手のマークがついているが、これは、なんだか、かすめ取るって感じのマークにも見えるな。ちなみにこの横にあるのは、身を隠せるハイドポイントってのを表しているらしい。あれ？なんで無人の場所にハイドポイントがあるんだ？これ、他人の所有物って、はぁ？なるほどなるほど。よくわかったぜ。つまり、あのかすめ取るようなマークは窃盗、すなわち誰かの所有物をパチる、盗み出す際に出るマークってことかい。タバコにハーブの飲み薬。それに薬莢や各種部品か。まあ、今の我らにとってはそこまで欲しいものじゃないぜ。それよりも、だ、誰かの所有物があるってことは、それを所有している誰かがいるってことだよな。実は薬局に入った時から、気にはなっていたんだがよ。やはり2階のあの部屋、赤い円で示される2つの物音は、これまでのようにドブネズミが奏でているわけじゃなさそうだぜ。さて、もう十分に収穫はあった。上のフロア、その様子を確認するべきか、それとも、戻るべきか。窃盗はしていないが、それでも私は侵入者だ。いきなり撃たれる可能性もビレゾン。ふふん。まあ、今更か。こうしてここの住人が張ったバリケードを壊しているわけだしな。今の私にはバールだけじゃなく、拳銃と3発の弾丸がある。襲ってきてくれるのなら、むしろ好都合だぜ。さあ、鬼が出るか邪が出るか、その姿。まずはドア越しに隠密しつつ確認させてもらうとしよう。ん？どうしたら、どうしたらいいの？神様。ふむ。まず目につくのは肘掛け付きのチェアー。それに座った妙霊な女。あとは、よく見るとベッドにも誰か寝ているな。あれは男か、男の方は怪我人か、ふん。どうやら、戦う気力も体力も残ってなさそうだぜ。あなたは？よう、邪魔してるぜ。まさか、野党？だったら話は早いんだがな。この際、誰でもいいわ。お願い、夫のパトリックが。この傷、持ってあと数日ってところか。包帯が切れてしまって。もう、手当てができないの。もしも包帯を持っていたら、少しでいい。分けてほしいんです。そういうことか。ただでとは言いません。私たちが持っている、ちゃんとしたお薬を対価としてお渡しします。エレナ。お願いします。何でもします。どうか包帯を。会いに行くと、今は包帯の持ち合わせがないのだ。そんな。エレナ、と言ったか、下の階に拳銃が落ちていたが、あれは、多分、昨日襲ってきた野党たちが落としていったものだと思います。なんとか追い払ったのですが、夫のパトリックが、私をかばって、撃たれて。やれやれだぜ。お願い。彼が生きていてくれないと、私は。悪いな、今の我らは、てめえのことで精一杯なのだ。事前活動できるほどの余裕はないぜ。いいんだ、エレナ、生きてくれ。強く、僕の分まで。床一面、血しぶきだらけか。相当やり合ったようだ。さて、そんじゃ私は行くぜ。エレナ、寒いんだ。とっても、手を握っていてほしい。パトリック。マリサ。おい、エレナとやら。はい。明日だ、明日の夜まで、その男を持たせろ。それって、また野党が来ないとも限らん。くれぐれも注意するのだ。待って。あ、そうだ、1階部分のバリケード、誰かに壊されていたからな、明日の夜。
包帯が届くまで、その男と2階部分に籠城しているのが賢明だぜ。名前を、あなたの名前を教えてください。じゃあな。実際のところ、どうなんだろうな。極限の状況下で、人は助け合えるものなのか、それとも北斗の剣さながらに、皆頭を模擬艦にして百歩するものなのか、せめてここにいる間だけは、カリナに誇れる自分でいたいものだぜ。村長、お帰りなさいませ。何を一人でブツブツ言ってんの？おう、ただいま。カリナの様子はどうだい？ふふん、本日のカリナさん、ノンオモラシイエス会民会弁でござります。うむ。そうか、それは何より。サードインパクトは防げたねー。このすべてを包み込む自母性、ユリアン・デレイムと一緒にベッドにお入りしたおかげですな。いや、私が警備していたおかげでしょ。安心感が違うぜー。マリサ。おう、カリナ。よく眠れたようだな。うん、怖い夢も見なかったの。はぁ、デレイムはちょっと顔色悪いねー。なんだか、嫌な夢を見ましてな。ふん。ちなみにどんな夢？何やら君の悪い場所で、黄色い雨がっぱを二方に追い回されて、最後には捕食。生きたままペロンチョされるというマジナイトメア。意味不明だぜ。まあ夢なんてそんなもんだ。それよりもそろそろ水も溜まってきたし。お腹もいい加減限界。今なら私だってレイムをバリバリムシャムシャできちゃいそうだぜ。お腹すいた。あ、はいはい。すぐに人数分のお料理を、このわしが腕によりをかけまくりつつこしらえますので、もう少しだけお待ちくださいよ。それでは、数日ぶりとなる飯が調理されていく傍らで、こそっと包帯の在庫を確認している私の様子を映しつつ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。またねー。